名前は片岡大輝と申します。業界は、最初からサービスのメカニックとして、15年ほど、やっています。趣味は、いろいろあります。まず登山、富士山登ったりするのも好きですし、音楽を聴くこともそうですし、音楽で言えばライブにもよく行きますし、キャンプもしますし、バイクも乗りますし、メンテナンスもします。音楽アーティストで好きなのは、日本人ですと奇妙麗太郎という人ですね。男性のアーティストです。で、海外で言うと、女性アーティストでアローラっていう方とアリス・フィービー・ルーという方が今、ドハマりしてます。映画はあまり見ないんですが、去年、同僚と一緒にジョーカーという映画を見に行きました。昔はそうですね、子供の頃、小学校の頃なんかはもう自転車でひたすら友達とひたすら遠くに行くっていうことをやってました。小学校の6年生の時とかは自転車で、千葉市内なんですが、千葉市内から幕張の方とか浦安の方まで行ったこともあります。食料仲のいい友達と、楽しいことをしている時が、一番幸せを感じます。10年後、今までもそうだったんですが、自分の好きなことをずっとやってきているので、おそらく10年後も自分が好きなことだったりチャレンジしたいことがあれば、それに向かって、突き進んでると思います。実は、それこそ音楽聴いたりライブ行ったり、基本家にはいないですね。常に外で遊んでます。バイクも乗りますし、友達とご飯もお酒飲みにも行ったりしますし、とにかく外に出て遊んでます。今夢中になっていることは、僕も、長谷川ストアマネージャーと同じくバイクを、パニガール V4R を買いましたので、それの、カスタムだったり、ああしたいこうしたいの夢がどんどん広がっていて、それが今非常に楽しく過ごしてます。自分自身で思うのは、結構自分に甘いのかなというところと、好き嫌いが激しいなというところです。ありがとうございました。